鳥海山、鳥海山、鳥海山、超火、遺山,山は山形県と秋田県にまたがる標高2236メートルの活火山。山頂に雪が積もった姿が富士山に類似しているため、では富士とも呼ばれ、親しまれている。秋田県では秋田富士、山形県では庄内富士とも呼ばれている。古くからの名では鳥見山という鳥海国定公園に属する。 日本百名山、日本百景の一つ。2007年、平成19年に、日本の地質百選に選定された。2009年、平成21年に、国出席、鳥海山として指定された。山体は、山形県の悪見国湯座町、酒田市と秋田県の百合本城市、二カ星の四市町にまたがるが、山頂は、 悪ク郡湯座町に位置し、山形県の最高峰である。山頂が悪ク郡となった理由は歴史を参照のこと。東北地方では、日内岳、標高2356メートルに次いで2番目に、標高が高く、中腹には秋田県の最高地点、標高1775メートルがある。山頂からは、北方に、白神山地や岩手山、南方に、 佐渡ヶ島、東方に太平洋を望むことができる。山の南側には夏、心の字の形に雪が残る、新事設計がある。山頂付近には夏場も溶けない万年雪、小氷河と表現されることがあるが存在することや、氷河の痕跡として特徴的なカール地形が存在することから、かつて氷河が形成されていたという説がある。このため、山麓の市町村では、 氷河王冠した特産品が見受けられる。長海山の固有種としては、長海あざみや長海ふすまがある。長海山は、日本海に裾野を浸した、修麗な山名を持ち、多くの噴火によって恐れられ、古くから山岳信仰の対象となった。豊富な湧水は山麓に濃厚の恵みをもたらした。中世後期以来、徐々に、修験道の修行場となり、 長海山大権現、本寺は薬師如来として崇拝された。南面からは蕨岡より東廃道をたどって山頂を目指した。江戸時代中期には東廃校が山独に成立し、夏には多くの同社が東廃した。根拠地であった蕨岡は三十三坊を要し、四道寺を学頭とした。鳥海主元の山岳信仰の根底には、 山を見くまりとする水への信仰があり、流れ出す川は、月光川と日向川と名付けられて新生死された。城下山は、南は、蕨岡と吹浦、北は、矢島、滝沢、小滝、院内などから東海道が開けていた。江戸時代以降、蕨岡と矢島は、東山派の第五見本院末に記入し、神言系の主言となった。山形県側は、明治以後、 主言道の廃止に伴い、神仏分離の激動を経て、大物弓神社は、山麓に二つの口の宮、吹浦、山形県湯座町、蕨岡、山形県湯座町、山頂に本社を祀る形式をとることになった。大物弓神社は、出枠に一宮として崇められてきた。日本海に浮かぶ坂田市の飛島には、鳥海山の山頂部が吹き飛んできてできた。 あるいは、町会に住む鬼が神罰を受けた際に飛んだ、首によってできたという伝承があり、それが島の名前の由来になっているという考え方も、ある。また、富島に祀られた小物木神社は、鳥海山の大物木神社と対を成しているという説も、ある。東鳥海西鳥海、鳥海火山の全体としては、玄武岩内市安山岩。 死を51から62%の溶岩からなる、富士山型の清掃火山であるが、火砕流、高架火化類史、火山灰などの噴出は少なく、主に溶岩流により形成された山である。北側から西側にかけては、川火山や河口、さらには河川による侵食で、複雑な採用を示している。新旧二つの二重式火山が複合したもので、侵食の進んだ。 西町会と新しい溶岩地形を持つ東町会とからなり、それぞれに中央河口級と外輪山がある。紀元前466年には大規模な山体崩壊を起こし、岩石や土砂が現在の二カ星に堆積して、木坂田の原型を形成している。木坂田付近の九十九島は、紀元前466年の噴火で形成された流れ山で、形成当時は、 海中の小島であったが1804年、北方地震により竜起し特徴的な地形となった。1801年の噴火では死者8名の記録があり、生じた溶岩ドームは東、上海山の新山として現在も残っている。1974年3月から5月にかけては水蒸気爆発新山の東側加工及び工人が竹の割れ目から噴煙を噴出した。 町海山から流れ出した新山溶岩流の末端崖には遊水地が点在している。特に山麓の志士が原出源は標高五百メートルながら多様な鉱山性の古希類が見られ二千一年に天然記念物に指定された。鳥見山市によれば、百合郡小滝、鳥見山主源の拠点の一つの旧機に微脱天皇七年五百七十八年一月十六日、 噴火したことが、百合郡直近村旧期に、水古天皇宮の噴火と元明天皇の和道年間、708年から715年に噴火したことが、百合郡八屋島、鳥見山主元の拠点の一つにおいては、岩礁天皇の養老元年、717年6月8日、噴火したことが伝えられている。書では、いずれも、の記事ではないので安易に信ることはできないが、 真実であれば、鳥海山は578年から717年の約140年間ほど活動期だったのではないかと考察している。この山は聖子へ大物意味神の名で登場し、たびたび深海の少女を受けているが、聖子に現れた最初の塾来の記事は、俗日本語記上は5年、838年5月11日の上における記述である。 深海少女の詳細については、鳥海山大物意味神社を参照のこと。大物意味神という神について、山形郷土研究総書第七巻名称鳥海山では、物意味とは、再開にして、不吉不上を意味ということであり、エビスラン教編を意味嫌ってあらかじめ山の爆発を発生させる神であると山和帝は考えたのではないか、と考察している。 日本の神々神社と聖地から十二東北、北海道においても、国寺平乱との関係で、異形尊数の対象となっていたと述べ、鳥見山氏も同様の考察をしている。しかし、秋田県の郷土市、家田牧久しは、大物意味神は、大和朝廷による、江戸征服の歴史を反映し、江戸の怨霊を沈める、意味の神明だと述べている。俗日本語記、上和七年。 840年7月26日の、上では、大物意味神を14位した訓後等へ少女しているが、同記事では少女の理由を、大物意味神が雲の上にて10日間に、渡り時の声を上げた後、石の兵器を降らし、遠く南海で海賊に襲われていた、検討視線に加護を与えて、敵の撃退に真意を表したからだとしている。この記事により、大物意味神が、 デワ国の火山らしいことが初めてわかるが、山の姿をより詳細に記述し、大物意味神が現在の鳥海山であると推定できるのは、日本三大実録上岸13年、871年5月16日の上にある下記のデワ国史の報告である。デワ国史の報告。13ミ君ン頭の大物貴神社は、悪味軍の山上にある。 岩を石が壁立し、人が至ることは稀である。夏も冬も雪をいただき、草木は、はげてない。猿四月八日に噴火があり、土石を焼き、雷鳴のような声を上げた。山中より流れ出る川は青黒く色づいて、泥水が溢れ、耐えがたいほどの周期が充満している。死んだ魚で、川は塞がり、長さ十0畳、約三十メートルの大蛇二匹が、 あいつらなくて海へ流れていった。それに伴う少女は数知れずである。川の緑の苗は流れ損ずるものが多く、中には濁った水に浮いているものもある。古老に尋ねたところ、未曾有の異変であるが、公認年間810年から824年に噴火した際は幾ばくもせず戦乱があった、とのことであった。そこで報告を受けた朝廷が、 音明涼にて占いを行ったところ、結果はすべて、出羽の迷信に祈祷したが、後の放災を怠り、また塚墓の骸骨が山水を汚しているため怒りを発して、山が焼け、このような災意が起こったのだ。もし陳謝放災を行わなければ戦乱が起こる、というものであった。そこで放災を行うとともに、神田を汚している塚墓骸骨を除去せよと国手に、命じた。 以上の記事から、山形県出社編、第一関連史、古代、中世編では、四字雪をいただいて草木も生えず、登山困難な鉱山で、しかも4月8日に噴火したとあり、では国は組軍に、そのような山は一つしかないので、鳥海山と、推定される、と述べている。また、日本の神々神社と聖地から十二東北、北海道では、 日本三大実録上元十三年五月十六日の上二や長さ十0条の大蛇二匹とは日本のデリューであろうと言われているとの説を紹介している。その後も日本三大実録には元行八年八十四年九月二十九日の上において六月二十六日秋田城へ積二十三枚が降ったとの記述には元年 885年11月21日の城において6月21日、では国阿北城中及び阿久美神宮寺西浜に石族が降ったとの記述が見られるが噴火があったのかは不明である。噴火が確認できるのは本朝世紀天行2年939年4月19日の城にある大井宮家神の山が燃えたとの記述でこれが中世では 最後の噴火の記録となり、以後数百年間は史上に噴火の記録を見ることはなくなる。山形郷土研究総書第七巻名称鳥海山では、元来、鳥海山は、三名がなく、山そのものが、大物意味神と呼ばれていたと述べているが、前述のように、俗日本語記及び、日本三大実録で、大物意味神、本朝世紀では、大物意味明神の山と記述され、 鳥海山という名では呼ばれていない。鎌倉時代に成立した、あずま鏡においても、北山と呼ばれ鳥海山という名では呼ばれなと、鳥見山市では述べている。鳥海山という名が文字として確認できる最古のものは、略王五年1342年7月26日、藤原森重が即災延命の意思をもって奉納した、ワニ口名に見えるものであると、 形強度研究総称第七巻名称長官山では紹介している。しかし、山形県市通詞編第一巻原始古代中世編では、このワニ口名も山全体の名称であるかについては疑問があると考察していい。その理由を同書では、英章七年1510年編集の羽黒山在長年代記に本宮大権元、金明天皇七年兵虎年、 悪味学に出現。今の鳥海言言、これやとあるので、鳥海は言言語三号は悪味学であるということになり、三号を鳥海とする資料が近世になっても見当たらないからだと述べている。また、鳥海山の由来についても定説がない。鳥宮山氏では、三福の鳥海湖に由来する説を紹介した後、鳥海や三郎に由来するのではないかとの考察を行っている。 上海山は、中世後期以降、主原道の場となり、矢島、小滝、吹浦、蕨岡などの主要登山口に、主原者が集うようになった。山形県出通社編、第一関連市、古代、中世編では、蕨岡が、上海主原の一拠点となった時期は吹浦に、神宮寺が置かれた頃と推測し、鳥見山市では、吹浦、蕨岡よりも、矢島方面の主原道が、 相当古い遺書を持っていると推測しているが、峰々の曼洲かや入部方式がどのように確立されていったのか、各登山口にいつから修験者が住み着いたか等については資料が欠けており、正確にはわかっていない。各登山口の修験者は連綿とした自由からお互いに反目、対立するようになっていき、江戸時代には、 主権者同士の争いが、矢島藩と庄内藩を巻き込んだ霊境争いに、発展、江戸幕府の裁定によって山頂が悪見軍とされている。詳しくは、わらび丘、矢島の霊境の論争を参照のこと。近世に入り、再び、町会山の噴火が、市場に現れる。山形郷土研究総書第七巻名称町会山、によれば、ゆりぐ二課補給機に、 万治2年、1659年噴火の記事が見えると言う。しかし、省内側に記録がないので、北面の噴火だったのかもしれないと推測している。では風土略記には、原文5年、1740年5月上旬の噴火によって、山上のルリの壺、不動石、硫黄谷といわれるあたりが焼けたとの記述がある。12年、1800年の冬から4年。 1821年に至る期間にも鳥海山は噴火しており、特に、共和元年、1801年の噴火は激烈を極め、新山、共和岳を生成し、文化大地震不鳥海山噴火由来によれば、火山弾によって8人の死者を出したのだという。現代においても、昭和49年、1974年3月に噴煙を上げたことから、 全山入山禁止となり、山形県神社市によれば、山頂の大物木神社が中原に造営した中の宮へ潜在している。1980年代後半から、町海山の南麓にある基地出産で業者による採石が始まっていたが、近年、大規模な掘削が行われるようになり、山の景観が大きく損なわれ、水資源の汚染も懸念されたため、湯沢町の町民等が、 事業の中止を求める事態となった。現在、採石を行っているのは、川越工業、秋田県二カ星一社のみであり、同社が所有する、ひじ曲り地区で行われている採石が、問題視されている。同社の採石事業についての山形県認可の期限が2013年9月12日までだったため、同年5月中旬から、JA 省内緑湯座地区、 農政対策推進協議会や町環境保全会議により採石に反対する署名活動が行われ、同年7月3日と25日に山形県に対し事業の不認可の要請とともに56,426府で内湯座町民14,27府での署名が提出された。こうした採石反対運動に対し山形県は 採石法による申請については、同法の第33条の4に定める、基準、公共の福祉に反する時に該当すると認められる、時は認可してはならないこととされいる旨を述べた上で、2013年4月に山形県水資源保全条例が制定されたことにも触れ、事業の認可申請書には、地元との協定書を添付するよう指導しており、問題となっている事業についても、 厳正に審査するとの見解を示した。川越工業は2013年7月に採石事業認可の再申請を行い、8月に町民説明会を実施。同社は市立局地区の約9ヘクタールの土地で採石を続ける意向を示し、標高320メートル以上で安山岩約33万トンを採石したいとし、同じ8月、 同社は、湯座町を同じ家地区、町会国定公園に含まれるでの採石事業において、自然公園法の規定にある、制限、地下2メートルに反し、地下8メートルまで掘削を行っていたことが、山形県の調査で明らかとなった。なお、同社は2012年にも違法行為で、行政指導を受けていた。湯座町は、2013年10月31日、 町議会全員協議会で川越工業が採石を行っている地区の約50ヘクタールの土地を町が購入する案を示した。町長、時田博識は採石を止めるためには他に方法がないとした。議員からは採石のたびに土地を購入することになりかねないという声もあった。地元の住民からも掘削で荒れた後の土地を町が購入することに反対する声が出た。 町が購入の意思を示せば、すぐに採石が止まるわけではなく、実際に購入されるまで採石が続くという点にも反発があった。なお、川越工業は土地の売却に前向きな姿勢を示していた。2013年11月29日、湯座町と川越工業は採石場の土地を町が買い取ることを前提とした協定を締結した。2013年12月3日、 山形県は川越工業の採石事業について計画通り2016年12月2日までの継続を認可した。2018年8月21日、山形県湯沢町のひじまがり地区で計画されている採石事業をめぐり採取区域の拡大などの申請について山形県が書類不備を理由に拒否したのは違法だとして秋田県日花保市の採石業、 川越工業が県を相手取り処分の取り消しを求めた行政訴訟の判決で山形地裁の貝原信幸裁判長は県の拒否処分を取り消した。9月7日、山形県は山形地裁判決について構想を断念した。他に矢島口、吹浦口、百宅口コース等多数。この山から名前を取った幹線に大日本帝国海軍の従順洋艦。 鳥海及び海上自衛隊の護衛艦、町会がある。列車の愛称名としても歴史は古く、最初は、上野発東北本線、大宇本線経由で、秋田行きの急行の愛称として登場し、この列車が、後の、津軽、その後は、上野発上越線、宇越本線経由で、秋田行きの行の愛称として、長く親しまれた、臨時列車には、酒田発着もあった。東北、 上越新幹線開業後は、上野初上越線、上越本線、大宇本線経由で、青森行きの特急の相性、中高の時と夜行の時があった。夜行は、現在の、明け物となったが、この特急時代の、鳥海は、地味かつ不遇であった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。